東京は西多摩に位置するとある城跡。ここは今からおよそ400年前、豊臣軍1万5000の軍勢に攻撃され、あえなく落城。城を守らんと果敢な戦いを挑んだものの、戦力の差は歴然。城のあちこちに屍の山を築き上げる結果となった。生存者の多くも無念を残し、城脇の滝に身を投げ自らの命を絶ち、滝から流れ出る川の水は三日三晩真っ赤な血で染められた。そして今も城主の屋敷があったと言われるこの場所には、戦いに敗れ無残にも散っていった多くの者たちの霊魂がさまよっていると言われている。強い霊気が漂うこの地に足を入れたのは、優れた霊感の持ち主として知られる稲川淳二の一行。城跡に入るや否や、稲川が奇怪な気配を感じ取った。あ、聞こえる。神代子が聞こえるでしょう。優れた音とかいないですね。なんか聞こえます。聞こえるでしょ、神代子の音が。闇から聞こえてくる太鼓の音、これは耳の錯覚なのか、それとも。さらに3人は戦での生存者が身を投げたという問題の滝へ向かった。ここだよ、その飛び込んだって場所はね。昔はここはもっとずっと行き方そうだ。行ってごらん。気をつけんな、足も絶対にいいね。はい。足使われないようにね。例の姿を捉えようとカメラを向けたその直後、稲川の体に異変が。ただ非常に今頭痛いこと事実ですね。上がろう。始まっちゃった。強烈な霊の存在を感じると気分が悪くなるという稲川。すでに見えない何かが近寄っているのであろうか。いや、あと、ああ気持ち悪い。決まりちゃう。すげえ気まりだ、こっち君とね。あともっとすごくなるのがね、この上なんだよ。前来た時に頭痛で耳鳴りしちゃったんで、そこでで音聞こえたんでね。それこの上なんだよ。俺後でその時知らなかったの。後で聞いたら屋敷跡だったんだね、これ。行ってみようか。いよいよ城主の屋敷があったという高台へ向かう。そこにはさらに強い衝撃が3人を待ち受けていた。さまよえる戦国の世の怨霊たちが待ち受けるその場所で何が起きるのか。ああここだ。何にもないでしょ。何にもない。何にもないのにね、こう気持ち悪いんですよ。ちょっともう気持ち悪くたたるんですよ。ここは私あんまり住めない場所なんだよ、使ってたな。一段と強くなる霊気と戦いながらカメラのシャッターを押す稲川。何が止まるんだろうね。おかしいね。今それ光ったんだよな。ただならぬ気配を感じ再びシャッターを押す。果たしてカメラは何かを捉えたのであろうか。なんか白いの映ってるよ。行こうか、気持ち悪い。これ、うん、これ、そう？それなんだよ、今一発叱ったんでしょ。見ました？みんな見た？いや、私が1回目のポラやった時にその窓のとこに点が光ったんだよな。それでしょ、これ、うん、それでシャッター切るので向かって切らしたんだよね。ほら、これ、僕撮ったやつね。まだこれが出てくるか分かんないけど、こんな点は絶対出ないでしょ。それ付け撮ったやつはこれかな。近づいて撮ったやつ、ほらこっちないでしょ、うん、こっちないでしょっての。写真には門の格子あたりに確かに光る何かが現れていた。しかしこの門には反射するようなものはなく、ましてこんな深夜にこの場所を訪れているのは我々以外には誰もいなかったのである。もう一度1枚目の写真を撮った時の様子を見てみよう。ご覧のように格子のあたりには何も存在しない。ではこの光るように見えるものは一体何なのか。2回目に撮った写真には何の変化も見られず、ほんの数秒前に撮った1枚にだけくっきりと何かが正体を表しているのである。それはほんの一瞬、あの世からこの世に舞い降りた霊の姿だったのだろう。
なんかこういい状況じゃありません。ここ抜けてたら治るのかなという期待しか今ないんですが、これも彼らのメッセージかなと今そのように思ってます。勘弁して勘弁して本当に。ああダメだ、体戻りましょう。戻りましょうか。すいません、はい、いいですか。ああ苦しい、気持ち悪い。ダメだこれ、はっきり言って壊さないけど本当に気持ち悪い。ダメだ、ここだから絶対埋まってんだ、いろんなの。着物だろうがかんざしだろうが作詞だろうが。身の危険を感じ取り出口に急ぐ稲川、しかし彼の体に強い衝撃が襲いかかった。立ってる？大丈夫？おい、すごい拝んでんだけど、拝んで、おい、すごい今思い出す。歩けて思うんですけど、ここの石垣から早く逃げたいなっていう気がすごくします。頭重くてちょっと今考える力はちょっとありません。同行していた女性の一人にも何か異変が起こったようだ。そして稲川の体にも信じられないことが、うん、これさっきさ苦しかったけど、これ分かるかなって言いたかったんで、今明かりもらったと見たらこれ傷だよね。ほら人為的な傷だよね、かなり傷だ、傷だ、傷どこ、ああ、それもそうだ、そう、あそうでしょ、この、ちょっとこっち見てみよう。本当に、ちょっと違う、あ本当だ、血が出てる。さっきこうなりましたもんね、一瞬こうなった、こうなったっていうのは多分もしかするとその甲冑なり何でかつけたやつがこうやったのかもしれないけども、確実にこうやられましたよね、こういう感じでやられましたね。気のせいかもしれないけど、今本当に甲冑の侍が3人ぐらい帰っていくような気がしたんです。気のせいかもしれないけれども、この事実は何だったのか、皆さんはどう受け止めますか。この後は池田貴族が心霊写真の撮影に成功、外の光の侵入を拒み昼なお暗いトンネル、そこは空気もよどむ闇の世界、トンネルには怪奇な話が後を絶たない。こここそがこの世とあの世をつなぐ霊界の入り口の一つなのかもしれない。夏は若者たちでにぎわう海辺の町、ここには有名なお化けトンネルがある。そしてその上には事実として訴えるかのように火葬場が実在するという。果たして霊たちは我々の前に姿を現すのか。トンネルっていう場所はですね、まあ全国各地どこにでも幽霊トンネルと言われてるトンネルはあちこちあるんですけど、なぜトンネルにそんなに霊が多いかと。霊が現れる場合っていうのは、まあ湿気が多いところが非常にデータ的に出てるんです。でトンネルっていうところはもちろん湿気が、まあ、あ何このバッテリー関係が突然、当然バッテリーの調子が、これからトンネルに入ろうとするところに、霊視能力の強さで知られる池田貴族、彼がトンネルに足を踏み入れようとした瞬間、照明機材に異変が。これは招かざる客への警告なのか。まあ、トンネル、というところは湿気が多いですからね、非常に、まあ、霊が現れるというか住みやすい場所なんですよね。あともう一点あるとすれば、トンネルっていうのは、まあ、人間が勝手に作ったものじゃないですか。そうですよね、自然とか無視して、例えばそこにお墓があった場合、トンネル優先でお墓を移動して作ると、そうなるとそういうところにいた霊たちが居場所を失って集まってくるとか、あとまた事故も多い。本当ね、不思議とトンネルは元何々っていうのが多いんですよ。このトンネルに住む霊の姿と
いくつかの目撃談を紹介しよう。地元に住む A さんはこの夜普段は避けていたこのトンネルを急用のため通らなければならなかった。不安におののきながら入ったトンネル内で彼が見たのは、何も知らない行楽帰りのカップル。トンネルに近づくにつれ真夏だというのに何やら寒気が、不気味に思いながらもトンネルに突入。その瞬間、それは紛れもなく青白く光る人間の手。血の手形がべっとりついたフロントガラス。その血染めの手形はそこだけではなかった。ここは、はい、壁にいろんなね、シミみたいな、シミがね出てるんですよ。かわいいですね。以前来た時にそのシミが動いたことがある。動いた？シミが動くはずがないですからね。だからシミのように、シミのような感じで浮き出してきて、はい、で立ち上がったんですよね。特にこういうシミの場合、なんか 2点3点黒いシミができると顔のように見えちゃいます。ですが霊的なシミというのはですね、移動したんですよ、はい、あるいは消えたり出たんですよ、はい、池田が突然立ち止まった。その時彼は何を感じたのか。視線を感じたから。視線、うん、一瞬ね、こっちというやっぱ壁の方なのかな、やっぱシミのある方、うん、視線をね、ちょうどあの辺り、ちょうどあの切れ目があるでしょ、はいはい、新しくコンクリート張ってあるようなあの切れ目あたりで顔が浮き上がって来たんだよ。池田にだけ感じたという食い入るような何者かの視線。果たしてその視線の主は彼に何を訴えようとしていたのか。さらにこのトンネル脇にはもっと強い霊の存在を感じる場所があった。以前池田が吸い寄せられるように訪れたというその場所は、強い霊気が漂い昼でもそこだけが異様な空間となっていた。うわ、なんか冷蔵庫の中にいるみたい、ええ、ここがすごく気になった、以前私降り立って覗いたんですよ、はい、そしたら奥の方にですね、はい、子供を抱いた母親が見えたんです。で子守歌のような歌声がうんうん、っていうような女の人の声が明らかに。ここだけじゃなくてそこ、あの木が葉っぱがいっぱいある、うん、この奥にね、ちょっとホラー穴みたいな、ああります、ね、穴があるんだよね。なんかありますね、うん、それがねすごく気になって、前登っていった時に登って行かれたんですか、うん、貴族さん引っ張られたグッ、それはなんか 手でこう、そう手を持たれたような感じでグッと引っ張られてわっとなったっていう場所があそこなんだ。そんなことで誰もいなかった。誰もいない、もちろんなんですよ、ね、それは周りの人みんな見てるから。トンネルだけにとどまらず、この山全体に霊が存在するという。一体この霊たちは何者なのか、そして我々に何を訴えようとしているのか。何人かにね見られてる気がするんだよ、ね、この辺全体から全部、うん、あ、なんかピーッ、うん、その時池田のカメラが何かを捉えた。なんかもや映ってんな。そこですね。ここ撮った写真なんですよ。
過去に引っ張られたところですね。そう、ね、うん、なんか別にもやなんか出てないもんね。出てない。うん、やっぱおかしいよこれ。こんな風になるのおかしいよ。確かに何か不可解なものが映っている。同じ場所で続けて撮った2枚、その1枚に何かが映った。じっくりとご覧ください。わかりますか？それはまさに少女の顔。我々はついに霊の姿を捉えたのだ。なんかこういうところ来るとやっぱり本当お化けがほら見えるっていう風に貴族さんとかがほらそこに立ってるとか、そういう現象がいっぱいあるのかなと思ったんですけど、今日は今回はそういういたずらな例はなかった、比較的にそんなに頻繁にガンガン近寄ってはいませんでしたね。あなた方が来る時はもっと強烈なものがあるかもしれない。霊の存在など信じていないあなた、自分だけは大丈夫などと思っていても、霊があなたを選ぶことがあるかもしれません。トンネルを抜け、ほっと気が緩んだその瞬間、あなたの車に。続いては病院で起きた本当の恐怖。命ある者には必ず死が訪れるのです。あなたはどこで人生の最後を迎えたいとお考えですか？さて、人間の生と死を見つめ続けている場所といえば病院。元気に退院していく人たちの喜びの陰で苦しみながらこの世を去る者、そこには生きることへの執着だけが取り残されているのです。まずは秋田県は Y 子さんの体験より。あれは2年前の夏の日の出来事です。かねてから体調が悪かった私が夏休みを利用してふるさとのとある総合病院に入院していた時のことです。連日の熱帯夜のためか、その日はなかなか寝つかれずにいたその時です。突然廊下の方より人の歩くような音が聞こえてきたのです。しかも病室を行ったり来たりしているように聞こえてなりませんでした。こんな時間に誰だろうと廊下を見ましたが誰もいません。しかも音も消えたのです。気のせいかとその時は気にもせず寝ることにしたのです。しかしその音は再び聞こえてきたのです。しかもペタペタッと嫌に湿っぽい音で、何度も何度も病室の前を行ったり来たりしているように聞こえてたまりません。いたたまれなくなった私はその足音の主を確かめるべくドアの方に向かいました。でした。変だなと思いつつベッドに戻ろうとしたその時です。今度は廊下の奥の方から聞こえてきたのです。やっぱり誰かいるんだわと思い恐る恐る近づいていったのです。
どうしました、こんな時間に。はあ、いえ別に。どうもすいません。そんなことが何日か続いたある夜のことです。早めに寝た私は珍しくトイレに行きたくなり病室を出ました。あの音が聞こえてきたのです。私が覚えているのはここまでです。その後どうやってベッドまで戻ったのか分かりません。一体私の見たあのおばあさんは何者だったのか、未だにその謎は解けません。次は名古屋市に住む看護婦エスコさんの体験より。私たち看護婦はいつも患者の生と死を目の当たりにしているせいか、いろいろな不思議な出来事によく合うものです。これから話すことは数ヶ月前の出来事です。この306号室に入院していた患者は重い心臓病で2年間も入院していた男の子で、しかも身寄りといえば母親だけ。その母親は保険の外交をしながら毎日朝と夜だけ病院に来るという状態でした。そんなある日、この患者が突然危篤状態に陥ったのです。連絡を受けた母親は仕事場から急いで病院に向かったそうです。しかし、それはあまりにも短すぎる命でした。そして時を同じく、母親の運転する車は母親は我が子の死を知らぬまま命を落としてしまったのです。その日からこの病院では不思議な出来事が起こり始めたのです。どうしました。306号室どちらですか。あ、それなら上ですよ。あの部屋。このように誰もいないはずの306号室を訪ねてくる女性が、
毎晩のように現れ始めました。そしてついにその時が来たのです。じゃあ行ってきます。はい、お願いします。はい。私たち看護婦は夜勤の時はこのように見回りをしなくてはならないのです。そして306号室の前に来た時でした。中に誰かがいる気配がしたのです。ここは例の子供が入院していた部屋で、その後空き部屋のはずが、なぜか中から人の気配が。まさかと思いつつ中を確かめることに。子供に合わせて。次は大分県は N 子さん。誰か本当に見てるのかと、その方向を見ると、なんと小児病棟から女の子がこちらをじっと見ていたのです。こんな時間に変な子眠れないのかしらと思い寝ようとしましたが、やはり気になり再び見ると、その後も夜のベッドに入るたび誰かの視線を感じ、その方向を見ると、いつもあの子がこちらをじっと見つめているのです。その姿は寂しそうで、とても不気味でなりませんでした。しかし術後の経過も良好だったので、もう少しの我慢と諦めていたある日のことです。お嬢ちゃんの？優子って言うんだ。お姉ちゃんもね、同じ名前なんだよ。仲良くしようね。なんか変な子と思いつつも、その後何度かその子と遊んだりしましたが、いよいよ退院の日を数日後に控えたある日、お医者さんよりすぐにでも退院できるよと言われ、流行る気持ちを抑えきれないほど嬉しかった日の夜でした。やっと深い眠りの中にいた私は急に息苦しくなり、何か足元の方に人の気配を感じたその時です。
こんな恐ろしい体験をした私でしたが、微熱がそうさせたのだろうと一言で片付けられ、誰もが信じてくれませんでしたが、退院後の話では、あの私と同じ名前の優子という名の女の子は数年前この病院で亡くなった子ではないかという話です。それにしても恐ろしい体験でした。看護婦 M 子さんの体験より。病院で亡くなる方も多くいらっしゃいますが、中にはこの世に未練を残して亡くなる方もいるようです。この患者さんもそうでした。脳出血で倒れ、手術により一命を取り留めたその患者さんでしたが、直ちに気管支の切開手術が行われたのです。しかし手術の甲斐もなく、その患者さんは息を引き取ってしまったのです。突然のことで、あいにくご家族に連絡が取れなかったので、ご遺体は霊安室に運ばれたのです。そしてその日の夜でした。ねえ、今日亡くなった方の部屋からよ。あそこ空き室じゃない？そんなバカな。まさか。とりあえず見てくるわ。何か不吉な予感を感じながら、私は404号室へと向かいました。そして霊安室の前に来た時でした。さっきしっかり閉めたはずのドアが少し開いているのです。私はなぜかしらと思いながら、その隙間から中をそっと覗いてみました。するとどうしたことでしょう、あるはずの遺体がないのです。周りを見ましたが、何も変わった風ではないのです。私は一瞬背筋がゾーッとした。その時です。先ほどのナースコールが頭の中に浮かんできました。まさかと思いながら、急いで404号室の前に来た。その時、何か中より人のすすり泣く声が聞こえてくるのです。なんと今日死んで霊安室にいるはずの患者がベッドの上に座り泣いているのです。びっくりした私はその場から逃れようとした。その時、助けてくれ、死にたくない、助けてくれ、死にたくない、助けて、助けてくれ。気づいた時はベッドの上でした。あの患者はよっぽど死ぬのが嫌で、霊安室から抜け出し、自分の病室で助けを求めるためナースコールをしたのではと思えてなりません。そんなこともあって私はすぐにその病院を辞めました。そしてあの病室はそれ以来開かずの病室として、今でも鍵がかかったままだそうです。霊峰富士、その裾野に広がる樹海、人を寄せつけない深い森は魔の森とも言われ、自殺の名所でもある。そんな怨念渦巻く樹海で、我々は霊の姿を見た。最も霊に出会えると言われるこの地に稲川、そして霊の存在に疑問を持つ女性3人を招いた。この先4人は信じがたい光景を見るのであった。ここまではだいたい遊歩道でみんな遊びに来るんだよ。それまでみんな来るわけ、この近くまでね。ただこっから先がほとんどの人は行かないな。これからぼちぼち歩き始めながら説明しますよ。で、感じたら教えてください。僕も教えるからね。
はい、怖くなってきた。稲川さんの話で怖くなりました、私今。さっきからね、ちょっとさっきから分かるか、うん、さっきからなんとなく向こうロープあったの見えるかい、向こうに。あ、見えます。あれ何だと思う？あそこからは入っちゃいけない、うん、っていうのは、あれで仕切ってあそこの中からその遺体を出したんですよ。だ、遺体現場の周りにあの砂があったわけ。僕はこういうところでよくね、靴下だとかね、変なの財布入れたんで抜けたことあるよ。ああ来たな。決まってるもん。ああ来た。決まってますよね。そうそう、あのね、違う、あのね、時間でね、ちょうど霧がかかる時間なんですよ。いや、この時間から向こうが要するに死者の時間だと思ってた。今までは普通に散歩できる時間なのに、いや、こっから先は死者の時間。帰る？魂やなんか出るのそれからなんだ。いや、本当に見て見てなんかすごい煙ってるもん。でしょ。もう見ないです私。ちょっと稲川さん、なんか風がすごい。そうさ、だから磁場で動いてんのさ。いや、風がすごい。え、すごい。ここ稲川さんの周りだ。今大丈夫。さっき何がすごかった。鬱蒼として昼でも薄暗い森の中で感じる何者かの気配。さらに奥へと進んだその場所には。何あれ。足元気をつけないと危ないよ。足はまると危ないから気をつけないね。なんかいっぱい落ちてますよ。何？物がね。物がいっぱい落ちてる。本当だ。その場所で男性の冬物のジャケットを発見。ここで自ら命を絶った人の服なのか、張られていたと思われるロープの残骸から自殺現場であったとも思われる。ほら、ほら、ずっと、ほら、ずっと張ってたんですよ。多分これ去年の捜索した時なんじゃないかな。あ、なんかあるね、あそこにも。え？なんかある。ハンカチか。ほら。お参りして。折れたって。あそこの。あそこの枝が折れたって今、今あそこの枝折れたよね。人がおるんかと思って気にしてなかった。え、何もやってないの？何もやってないよ。ここの枝折れたよね今ね。写真撮ってからじゃないですか。いたんじゃないか。すげえ今霊気感じたもん。そういたんだよ、来ただから。多分いたんだよ。笑けてくる。怖すぎて。怖。いや、怖っ。怖い。もう嫌です、私。ここすごいから、ちょっと、あのさ、ここほんとすごいし、けど、これからの時間がもっとすごいから、一旦、引き上げて立て直して、それで、仕切り直してまた来ましょう。暗くなってから。え、また暗くなってくるんですか？また来るんですか？わざわざ暗くなってくるんですか？いや、ちょっと。大丈夫か？さっき、稲川さんがなんか霊気が強いって言ったとこってすごいんですか？すごいですね。木の枝が折れました。自然に折れた。自然に折れた、うん、でもあれは霊障だよ。要するに我々に対する挨拶か警告かだよね。これ以上来るんじゃないよって言ってるのかもしれないし、お前たち俺はここにいるんだぞっていう、私はここにいるんだよっていう、あの教えかもしれないね。まあ、そういう状況が出てるということは、逆に言うと非常に違うんでならば期待できることが起きるかもしれない、会えるかもしれない。ただ、うん、夜の方がかなりボルテージは高いし、うん、夜のが本当にあの霊は動きますから一旦立て直して引き上げて、で夜来ましょう。漆黒の闇が支配する夜こそが霊たちとの遭遇のチャンス。そんな稲川の指示で時の経つのを待った。その間彼は今までに体験した数々の怪奇談を語った。嫌が上でも彼女たちの霊に対する神経が過敏に研ぎ澄まされていく。全部聞いたらこんなんもう嫌です。行こう。いや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 、なんの嫌です。なんですか今の。よし、もう私は。昼間でも道に迷う樹海の中を行くように、こんな無謀とも思える行動自体、霊の招きなのか。あー、つながったじゃん。そこだよ。ここらへんだよ。絶対ありますよ。おいで。来たら、大丈夫か。いや、稲川さん危ない。いけない。声してる。なんで今のコンコンって言った。
声してる。向こうから言ったコンコンって。コンコンって向こうから言ったの。ちょっと待ってくれか。ちょっと待ってくれか。だって向こうからやかんみたいな音でコンコンって言ったよ。声してるよ。ほら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 。声してるよ。ほら。ダメだ。フィルムないのかな。おい、もう出た。いるのか。いるのか。レイがその姿を現そうとしているのか。うん。危ないですよ、うん、危ない。いや、ここすごいよ。上がってくるでしょ。音がすごいしてる。してるでしょ。え、ほら、あ、来た。いましたよな。聞いてる？声しなかった？いるね。来てるね。それは死者の叫びか、声のする方向へと無意識のうちに歩き出す4人。あ、失礼する。あのね、今度は耳さして歩いてみてくださいよ。わかるけど、私もなんとなく聞こえたような気がします。っていう感じの言葉と、それからあのほーっていうような感じの音がしてるんですよ。それがね、だから一般社会で使うような言葉じゃないんだけど、とは音なんだけど、明らかに言葉なんだよね。確実だから、ずっとさっきからずっと平行してますよ、その声が。でも平行してるって言ったって、こう道違うんで平行してないんだよ、こう。で、俺たちスピード同じやついないんだからさ。ああ、見てみな、ちょ。あれ、紐じゃない？ほら、紐でしょ。ほら、紐でしょ、あれ。平行するわけだよ。俺、そういう平行されてた、その仕事。ちょっと、その向こうだからさ。俺、これ知らなかったんだ。紐と平行に歩いてるんですか？今、答えかなかった。来たよね。絶対でしょ、言葉ね。今、来たでしょ、絶対。言葉だよね、絶対に。あのぐらいのボルテージで喋ったら、この距離って外から相当あるんですよ。言葉って耐えられないでしょ。で、割と、あれっていうのは、この辺ですよね、喋ってる音ったら。いや、どうも、こんばんはでしょ。でも、来たでしょ、今。ちっちゃいけど、俺聞こえた。知ってます。いや、もうさっきから何かも知ってる。いや、シーッとしたら絶対いけるから、これシーッとしてから行こうよね。話してんだよ、だからさ、この死んでる連中たち話してるんだよ、この中で。本当ですよ。あんなぐらいのボルテージもできるわけないもん。4人の周りでする声は彼らに何を語りかけようというのか。引きつけられるようにさらに奥へと進む4人。そしてその声がする場所で見たものとは。あ、ここだ。ここ。オッケー。これ木渡。そう。僕はね、なんか知らんけどこの場所わかるんだ。うわー、寒いな。ここ寒いから来そうなん？わかるよ。寒さ違うよ。みんなたくさんいるからわかんないかな。小寒いの分かるかな。寒いでしょ、これ。分かるでしょ、そっから先。ほんとここだけ寒い。小寒いでしょ。同じ道なんだよね。ここはね、俺思うんだけど、ここは絶対あるし、地場だぜ。あの辺から来るんだよ、大概。あの辺からね。あの辺から来るんだよ。地場に足を踏み込んだ瞬間、何かを発見した。ここだ、ほら。ほら、早く、ポラ。ダメだ、フルゲインでも取れないよ。ほら、顔じゃない。ほら、顔、症状変わってきたな、顔が。症状変わってきた、触ってくる。ちょっと、誰か当たり。ほら、症状変わってきた、触ってくる。変わって、正面見た、ほら。ついに、カメラの前に、レイはその姿を現したのか。だから、距離ある。距離がダメだ。危ない。ちょっと向けといてくれる、これ。向けといて、そこだ。かわいい、ほら、ここにいる。あ、それで、つけといて。すいませんね。そこで上がる。顔でしょ？どんな方に今思ったのか、始めそうだったの。始まっちゃったね、ここ見せるね。はっきり顔です。ね、何でしょう？
どういうこと？アンナ、どうやって仕掛け、仕掛けはないんですか？仕掛けない、ない、ない。幽霊ですか？怖いよ。どうしますか？今撮ったらさ、佐藤さんぶっ飛んだんだよ。ちょっと待ってね。ちょっとこれ持って、それでさ、悪いからちょっと明かりだけもう一回来るの、それもう一回取ってくるけどね。いや、長瀬やめた方がいい。やめた方がいいですよ、うん、ちょっとロープ、いや、あまりにそば行ったと、手が大体ショート出さなかったら、あそこ、あそこ、ほらこれ症状変えてるよ、どんどん変えてるよ、症状つけといて、つけといてよ。なんかもしかしてさ、たたりがあるかもしれない。そうだよ。すげえ、今飛んじゃった2枚。2枚いっぺん飛んじゃった。ササーンだって、ほら。よし。よし。一人だったら私と。これで取れたんだったらおかしいよね。明るいね、ちゃんとそば立ててやってきた。なんで見つけたんですか？いやいや、全然でかくない。全然でかくない。でもあんなに寄っていっても全然。私初めて見た。私はね、あれ塗ってあるの。赤くなっちゃう。赤くなっちゃう。え？真っ赤になっちゃう。いやー、どうしよう。真っ赤になっちゃう。血。わあ、真っ赤になっちゃう。めちゃ赤ちゃんになっちゃう。今もう全部顔変わったよ。明かりある？映ってないよ。ハイエース。映ってないです。すげえなあ、あの顔だけど。映ってないよ。あ、ここに映ってる。でもここにまた緑の変。だってもう俺全部近づいたぜ今。あれ以上近いと俺もヤバかったよ。ですよね。うん、今映ってるとおかしいですよ。これこれここやっぱすごいですよ。わかりますかね。この木がどのような感覚ですけど、わかりますか。めっちゃ寒気がする。燃えてますよね。うん、ここでのね、霊現象の写真ってのはみんなね、あの焦げ茶色とか錆色してるんですよ。でもこれかなりはっきりしてることですよ。これ本当にそう。間違いなくね。確かに顔らしき霊の姿を我々は捉えた。ここに導いた声の主は、自らの存在を伝えたかったのかもしれない。どうします？やります？やましょうか。なんかちょっとやばいよね。やめようか。クリアして。うん。クリアして、じゃあちょっとお預けしていこう。そこだけ持ってな。あ、じゃあこれお預けしてください。こんな風に薄ない、絶対に。何これ。普通だったよ。普通の木やったよ。だから木取ったつもりでもそうなんですよ。霊ってそういうもんなの。だからこの土地ってやっぱり聖地なんです。もともとここ聖地だったんですよね。ねえ。ここは魂が集まりますよ。ここはだから方向だとか磁場がないってのはそうでしょうね。魂の場所だから。ねえ。なんかすっごいこの辺からめっちゃ感じるんだよ。ちょっともうこれ以上聞いてないで。うん、すごいね。大型もそう言いたいですよ。まさにこれは霊の姿だったのか。これ以上森の中に留まることは身の危険。さまよう霊たちを弔い、4人は森を後にした。樹海、そこは死者たちの世界。霊に呼ばれ、この森の中で自らの命を絶った者たちは新たな自殺者を招くのか。この世にもあの世にも行き場のない霊たち。